こんにちは。今日は Amazon のリスティングした商品を削除する方法、それについてお知らせします。扱わなくなった商品リストをインベントリーから削除する方法です。その商品のね、右の方にこのエディットっていうのがありますので、その選択項目の中で、デリートプロダクト&リスティングというところをね、クリックしてください。そうすると本当に消しますかと、24時間も出せませんよ的な文章が出ますけど、まあ、そのままクリックすると、インベントリーからその商品を削除できます。この商品削除した方がいいのか、ね、これで操作が合ってんのか、そんな風な質問がありましたら、確認、質問お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。